あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで、次のクエストは、おい、こら。なんか早速、朝っぱらから早速生きよるけど。よっしゃ、あゆな。バリケードもぶっ壊してきてくれたことだし。バリケードの先で行き倒れになってる俺たちの仲間も助けてきてくれねえか？あれ、目が見えとんかな？なんか薄く見えてない？俺の筋肉がつけてやがんだ。すぐ近くにかわいそうな仲間が倒れてるってよ。筋肉がつげとるっていうのは、筋肉がピクピクなりよんかな。魔物に捕まってる姉子を助けるためにも、仲間の協力ってのはものすごく重要だからな。しっかり仲間を増やして、魔物との戦いに備えようぜ。でも自分は戦闘の時に何の協力もしないけど。さあ、アイナ、バリケードを抜けて、行き倒れになってる仲間を助けてきてくれ。ん？仲間が大切ならガロンも一緒に助けに行こうだと？おお、俺は、実はこのアジトを出ると全身にジンマシンが出るという奇病でな。一緒に生きてえのは山々だが、このアジトから外に出るわけにはいかねえんだ。でも最初会った時普通に外から戻ってきたけど。お前なんだよ、その乾ききった目は。別に外が怖いとかじゃねえからな。とにかく、コンパスの仲間を探して、このアジトまで連れてきてくれ。コンパスに目的地が表示された。すごい必死で弁明しよるみたいな。で、とりあえず、あのバリケードの先におるわけやね。バリケードを抜けて、仲間を。次の仲間どんな感じやろ。てかね、なんか、今までさ、最初に仲間になるキャラクターが、なんか女の子ばっかりやったけんさ、ガロンもすごい新鮮ではあるんやけど、ちょ、可愛い女の子出てきてくれんかな。どこに向かえばいい？なんかサソリが近づいてきよるみたいやけど、斜め左、このまま行けばいいか。その姉子っていうのが仲間になるまでは、女の子はもしかして現れんのかな？嫌なんやけど、無理ー。無理ー。むさ苦しい男しかおらんやん、ちょっと。いや、取れそうにない。サボテン向こう側にないけんね。ここ？なんか作業台あるけど。ここや、ここ。ちょい待って。これやろ？この紙ってこと？汚い文字が書かれた紙が置いてある。汚い文字。魔物たちの攻撃からようやく立ち直り、アジトに帰ろうとしては見たものの、アジトへの道が魔物に作られたバリケードで塞がれていて帰ることができない。わしは一度この先の鉱山に身を隠し、機会を伺うことにする。最近書かれたもののようだ。書かれた文字はここで終わっている。コンパスに目的地が表示された。あ、もともとはここにおったけど、別の場所に移動したと。あっこの山ね。サソリ入ってこれてないやん。いやー、待って。馬鹿にしてすいませんでした。あ、あっこに穴が。あの中ってことかな？あの中に、まだ見ぬ仲間が。なんか今振り返ったら、すごい勢いでサソリが迫ってきよる気がする。怖い。いやー、登らせてください。お。え、何事？なんで割れた？あ、なんかひび割れがある。これ？ウェイ。長時間追っちゃ危ないっていうやつやね。ひび割れ以外は大丈夫か？ん？行き止まりなんですけど。なんか手に入れた。初めて赤い宝石を手に入れた。石炭。なんかあっこ炎燃えよるよ。なんで？なぜに？まぶるいし。ひび割れた土岩。ん、でも、ちょっと待って、あれ？あっこなんかおるよね。ここの上ってことかな？ちょっととりあえず周り。この辺のね、石炭。あの赤い石は何の役に立つんやろ。てか、あっこの一箇所しかなかったんかな。ってことはちょっとなんか貴重っぽいな。大事にしていこう。この先は大丈夫か？はっ、いける。これで、この上に登っていく感じ？よいしょ。とりあえずこう。てかこの辺暗くね？壊しよった。わざわざ足場を壊すところだった。
ね、暗いよね、この辺。なんで？なんでこんな暗いん？この辺か。あっこや。あ、今な、急激に人が現れた。これやね。これって言ってしまった。誰だ、お主は。わしは、ベイパー。もう限界だ。喉が渇いて死にそうだ。てか、見た目ガロンと変わらんのやけど、マジで。変わり映えねー。近くにサボテンフルーツはないか？もしあればわしに食わせてくれ。サボテンフルーツ？サボテンじゃダメな。サボテン果肉。違うね。なんかちょっと赤っぽい感じやった、今。赤っぽい感じ。なんやろ。普通にサボテン取っただけじゃダメってことか。ほ。よいしょ。ほ。じゃあ、さっきまで取り寄ったサボテンと別な感じの。あ、待って、この花がついとるやつ。ほ。取れてね。これ？これや、サボテンフルーツ。やった。あった。ちょっと待って。ちょっと待って、サソリに追いかけられる。サソリが迫ってくる。お。さあ、もう来れないだろう。いや、来れそうだな。いや、怖い。おし。ウェイ。え、んで？あれ、さっきと違う方に行ってしまった私もしかして。レンガだし、これ。よいしょ。これでさ、ちょっと私、下のこれ邪魔じゃね？ん？私別のやつ壊した？いや、こっちからじゃあ。よいしょ。普通に置いた方が早い。んで、サボテン果肉じゃない、サボテンフルーツね。はい、サボテンフルーツ。お、超元気になった。ぬほー、喉が潤ったぞ。どこの誰かは知らんが助かった。魔物との戦いで傷を負ったわしは、傷が治るのを待ち、アジトに帰ろうとしたのだが。てかさ、さっきの穴の中におった方が絶対無事じゃない？アジトは魔物が作ったバリケードに塞がれていてな。帰るに帰れなかったのだ。だってひび割れはあったけどさ、中にモンスター何もおらんかったもんね。この辺大きいたちうろうろしよりやん。そして、身を潜めたこの鉱山で、水と食料がつき、生き倒れてしまったというわけだ。全然身潜めれてないよ。して、お主は何者だ？どうしてここにおる？何？お主がバリケードを？ガロンに言われて助けに来てくれたというのか。そのような筋肉のない体で、そこまでのことをしたとあっても信じられるのだ。みんな筋肉にこだわるな。まずは共にアジトへ戻ろうぞ。詳しい話はそこで聞くことにしよう。ベイパーが仲間になった。ってことで。キメラの翼。拠点に帰ります。もしこれで。さあ、連れ帰ってきたよ。連れ帰ってきたよ。お、これで、仲間に。おー、やった。やったぞ。ようやくアジトに帰ってこれた。おー、温泉が復活しておるではないか。これもお主がやってくれたのだな。我々のものを作る力ではこうはいかん。そこまでの能力はないってことなのか。初めて聞く職業だが、お主が伝説のボディービルダーというのは本当のようだな。ボディービルダーではない。しかし、そんなにも筋肉のない体で。こんな筋肉なかったらボディービルダーとか絶対無理だから。とにかく、助けてくれて感謝する。共に最高のボディービルダーを目指そうではないか。違う。ん？ボディは余計だ。ただのビルダーだ、だと？がっははそんな細かいことは気にせずとも良いであろう。わしが筋肉のつき方を教えてやる。10日もすれば、お主も腹筋が6つに割れるぞ。10日で？すげえな。ベイパーの救助に成功した。で、ガロンは？ガロンはまた温泉にいるの。てか、拠点を狙うモンスター現れたんですけど。うおー、あゆな。ベイパーを助けてきてくれたんだな。超殴られよる、私。このアジトを竜王軍に攻撃されて、バラバラになっちまった仲間たち。なんとかしてみんなを助け出し、協力して魔物どもをぶっ倒していけば。俺たちの最初の目的である、姉子救出も必ず成功させられるはずだ。ベイパーなら姉子や他の仲間の行方も知ってるかもしれねえしな。おお、姉子、待っていてください。必ず俺たちが助けに行きます。なんか仲間ってみんなこんな感じかもしれんね。ん？その姉子っていうのは一体どういう存在なのか、だと？
見た目で区別つかんことない？姉子はな、俺たちのリーダーであり、憧れであり、夢であり、心の支えであり、母であり、妹であり、恋人であり、そして何より俺たちの希望なんだ。いろんな役割を果たしてるのはすげえ。姉子は魔物に捕まってる。絶対に助け出してやらなきゃならねえ。アユナ、お前に力も貸してくれよな。準備ができたら一緒に姉子を助けに行こうぜ。ここだけの話だがな、アユナ。姉子は無類の風呂好きなんだ。きっとここに帰ってきたらすぐに姉子は。どうでもいいんだけど。これ以上は言わなくてもわかるよな。アユナ、早いとこ姉子を助け出そうぜ。何、覗きたいってこと？クエストコンプリート、命の木の実。あいつはタオルに向かって何をやっているんだ。うわぁ、びっくりした。そこで着替えるのか。あゆなよ。やはり姉子は帰ってきてはおらんのだな。実はわしは魔物との戦いの後、傷ついた姉子を連れ去る魔物の姿を見たのだ。なんとかして姉子の行方を探し、必ず姉子を連れ戻せばならんな。こういう筋肉ムキムキな奴らがさ、姉子って言うぐらいやけん。やっぱり強い、気の強い感じの子かな。姉子救出には、より多くの筋肉がいる。より多くの筋肉、仲間じゃなくて。そこでアイナ、お主に頼みがあるのだ。筋肉作りに欠かせない栄養を多く含んだ料理をわしに作ってはくれぬか？いや、普通に筋肉やった。こう見えてわしはベジタリアンでな。今まで満足感のある飯を食ったことがない。しかしアイナ、お主なら素晴らしい料理が作れるとわしは信じておる。すごいね、ベジタリアンでどうやってここまでムキムキになったんやろ。なぜならわしは鉱山でお主にもらったサボテンの切り口を見て確信したのだ。こやつは料理の才があると。さあ、ベジタリアンのわしも大満足のボリューミーな料理を考え、わしに作ってくれ。ベジタリアンなのに、野菜でボリューミーってこと？ん？サボテンステーキをひらめいた。分厚いサボテンを強火で焼いた料理。はあ、なるほど、サボテンステーキを作れと。ということで、サボテンステーキ。材料は何がいるんやろ？サボテンだけ？あ、作れるやん。サボテンと石炭。お、さっき大量に取っといてよかった。サボテンステーキを1個作った。おーし、作れたよ。超走ってきたけど。なんで上なんだ。のー、サボテンステーキを作ってくれたのだな。さあさあ、早速そのサボテンステーキをわしにくれ。なんかジャイアンのリサイタルみたいやね、これ。はい、渡す。で、なんかステージ上におるみたいやね。食欲をそそる素晴らしい匂いではないか。これで魔物にさらわれた姉子を助けるための筋肉も養いそうだな。サボテンで筋肉つくんだ。ん？その姉子はどうして魔物にさらわれたのか、だと？魔物たちは姉子から何かを聞き出そうとしておったようでな。断固口を開かない姉子に業を煮やし、魔物たちは姉子を連れ去っていったようなのだ。魔物たちが姉子から何を聞き出そうとしていたのかはわからんがな。とにかく、よくやってくれたアユナ。わしはこの料理で姉子救出のためのより強い筋肉を作り上げるぞ。クエストコンプリート、石炭5個。あ、ここでもらえるし、しかも。なるほどね。ん？なんか戦いのマークに変わっとったね。じゃあまあ、とりあえず、戦いに備えよう。ということで、まあ、今回はこの辺で一旦終わっておこうと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローよろしくお願いします。Twitter の方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかさっきからさ、ピキーンってさ、言うんやけど、サソリはコロナ禍に入ってこれないみたいだね。